マウリッツ・デ・ハースはオランダ生まれでアメリカ合衆国で活躍した画家である海洋画風景画を描いたロッテルダムで生まれたロッテルダムの美術学校で学んだ後ハーグの王立美術学校でヨハネス・ボスボームやメイヤーに学んだ1851年から1852年にロンドンに滞在しロンドンの水彩画家に学んだ1857年に オランダ海軍に海洋画家として雇われたが、1859年にオランダ駐在のアメリカ大使、オーギョストベルモントがパトロンとなってニューヨークに移住した。アメリカで海洋画家としてすぐに評価を高め、1863年にニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれ、1867年に正会員となり、 アカデミーの展覧会に何度か出展した。1866年にはアメリカ水彩画家協会の設立会員となった。1878年と1889年のパリ・バンコク博覧会、1893年のシカゴ・バンコク博覧会の展覧会に出展した。兄のウィリアム・フレデリック・デ・ハース、ウィリアム・フレデリック・デ・アース。 1830から1880も海洋画家で1859年にマウリッツと共にニューヨークに移住した。ありがとうございます。